インコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート。2秒1秒、今スタートしていきました。好スタートはお知らせいたします。第12レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。早いスリット合戦1マーク、1号艇回ったところ4号艇、あとは5番2番3番6番ですが、さあバックスレッジ、現在先頭は1号艇踏ん張って、その懐から4号艇接近で1番4番が接戦状態となっています。なおスタートは正常でした。先頭1号艇、2番手は4号艇、後ろで3双子を固まって、あとは6号艇、ランタンマーク、トップは陰線が踏ん張った、天下統一へ宇流正義先頭、そして2番手はここはキープ、4号艇の丸岡正則乗りで1番4番でレースは2周目とあります。今の率直なお気持ちいかがですか？いや、一緒できてよかったと思います。はい、まあ、丸岡君がちょっと寄せてきたのでちょっと焦ってしまいました。今日はいい調整で臨めましたか？いや、展示行った時にはもうちょっとこれはだいぶずれてるなと思いましたんで。そうだったんですね。まあちょっとどうにかならないかなと思ってました。最後に応援するファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、今日はありがとうございました。また精一杯走ります。よろしくお願いします。優勝の宇流正義選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。ボートレース組の今回の67周年記念 G1 の対抗賞競争、見事陰線から踏ん張ってイン逃げで優勝で、今年2回目、ここ住之江では6回目、 G1 は通算21回目、そして自己通算では90回目の優勝を飾っています。優勝しました宇流選手、おめでとうございます。最初にお話聞いてきます。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。遅くまで残っていただき本当ありがとうございました。またこれからも精進して優勝を重ねて皆さんに貢献できたらいいなと思ってます。また今後ともよろしくお願いいたします。